セルティック所属の日本代表フォワード古橋教吾は今月1日に行われたスコットランド一部リーグ第11節セントミ連戦ンンで先発出場。現地では相手選手を倒してイエローカードをもらったシーンが議論の対象となっており、セルティック OB から主審に対する批判も湧き起こっている。問題視されているのは前半アディショナルタイム451分の場面。 セントミレン所属ゴールキーパーザカリー・ヘミングがペナルティエリア右寄りの位置で胸トラップ。ペナルティエリア中央にいた古橋はヘミングにプレスを仕掛けようとする。しかしこの古橋の動きをディフェンダーマーカス・フレーザーが妨害。ヘミングへの進路をブロックすると古橋が2度フレーザーにコンタクト。フレーザーがピッチに倒れ主審は古橋にイエローカードを提示した。 この判定には、セルティック OB で解説を務めていたピーター・グラント氏が激怒。彼はヘミングに迫る前に止められた。あれはディフェンダーに火がある。おそらくフレーザーを蹴ったことに対して主審はカードを提示したと思うが、それでもあれでカードを提示したのは信じられない。主審は恥をかくべきだ、と厳しい口調で振り返ったという。また古橋は、 後半にペナルティエリアでの駆け引きでディフェンダーリチャード・テイラーから両手で押し倒されたが、主審はセルティックに PK を与えず。セルティックの絶対的ストライカーとして活躍している古橋だが、セントミレン戦ではノーゴールに終わったほか、何度も判定に泣いている。